はい、それでは始めていきましょう。トラキチチャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。ということで皆さん、今日はですね、激アツガチャがですね、おそらく更新、このクォーターアニバーサリーの更新でやってきてるんじゃない、結構これでもシンプルなトップ画面だなと思いますけども、激アツガチャがやってきてるんじゃないかなと。なんでそんな言い方するかというと、今のところ僕ね、こちらの更新がやってきてからサカツク開いてません。はい、更新やってきて今1時間ぐらい、1時間弱っていうところなんですけども、まあ今回はですね、生放送風というかね、待機生放送的な感じでですね、まあ未編集でですね、わ、こんなんやってきたんだみたいな僕の生のね、反応とともに今回やってきてガチャを見ていってですね、最初に言ってきますよ。もしバルサ染めがポゼッションだったらガチャ50連引いていきます。最初に50連の動画を撮っていきたいと思います。では、クリック!クリックってなんだ?クリック!タップトゥスタート。はい、タップしてるよ。ロード時間も編集しないから。編集しないから。うちの Wi-Fi が弱いとかそういうのいいから。はいはいはい、ログインボーナス。いくつかありましたね。昨日確認させていただきました。まずは、アップデート記念で、初日に 2000GB。いやー、いいですね。15日間で合計 3600GB 手に入るそうです。ありがたくいただきましょう。はい、いいですね。はいはいはい。はい、二つ目。スペシャルログインボーナス。はい。いや、まあ、バルサの面々ですね。ロナウジーニョ、メンディエタ、アルバ、コウチーニョ、メッシ。登場するということ、星4バージョンがね、ありがたくいただきましょう。ちょっとロナウジーニョ可愛くなっちゃってるな、顔。ね、本物よりもとか言うといかんか。はいはい、ロナウジーニョ。あー、これちょっと待って、これさ、ロナウジーニョ今これ長押ししたらさ、ポゼッションかどうか確かめれちゃうよね。それはやめよう。それはやめてガチャ画面に行こう。はい、ということ、あ、来た来た来た。あ、CCT が同時にやってきたわけですね。オッケー、CCT1 週間。まあ、この辺はまた次回以降の動画で見ていきましょう。閉じると。はい。あ、もう、お知らせあるね。パネルミッション。パネルミッションも次回以降の動画にしましょうか。いや、お知らせが多いな。はい、次。はい、次。はい、SWCC の次回のエントリー受付。今回木曜日に更新がやってきておりますので、次回水曜日開催、水曜日までのエントリーとなりますので、6日間しかね、エントリー期間がありませんので、いつもと少し違うのでご注意くださいと。いやー、突発的に言ってるけど、ちゃんと喋れてる。いいぞ。まだ来る。はい、来た。はい、来た。ロナウジーニョ。はい、ブラウグラーナの伝説の魔術師、長い。長い。ブラウグラーナの伝説っていうのは前なんかメッシっていうかなんだっけな、ありましたもんね、キャプテン特徴かなんかでね、異世界の魔法使い、それは言えてるでしょう。トリッキーなドリブルやシュート、ノールックパスもいいでしょう。これは後で獲得に行くに行きたいんですけど、一回閉じよう。はい、次の更新、次の更新。 SWCC のエントリー期間です。開催情報確認してください。はい、こちらクリックしてください。一回押さないと。じゃあ皆さん行きましょう。スカウト画面来ましたよ。はいはい、七夕スカウトとこちらのスカウトのみと、開催期間8月25日まで。いいね、星5は限定バージョン、新星5選手のみ。はい、バンディエラ特徴が、あ、なん、待って待って、メンディエタ選手キャプテン特徴持ちではないのか。このキーマン特徴持ちはコウチーニョかな。新スキル2人持ってるよと。永遠の巨星、新バージョン、星5、メッシ登場という風になっておりますけどね。この画面にメンディエタがいないだけか?いないだけか?シュテーゲン、メッシ、コウチーニョ、アルバ、あ、もう一人が、ちょっとピンとこないな。ごめんなさい。詳しくなくて。はい。100人目と300人目でね、好きな星5選手一人確定ですよと。皆さん、もうステップ1を見たらわかりますね。ステップ1。星5確率 10% が特別獲得枠ということはですね、通常時の確率が 10% 以下だってことがよくわかるわけですよ。来ましたね、いつもの。いつもの来ちゃった。はい、ステップ3、5、7、9。え、これ、興奮してるの僕一人だけ?すいません、本当に今見たとこなんで初めて。ね、いつもだったら事前に見といてね、何喋ろうかなとか思うんですけど、今まさにライブで見てるんで、すいませんね。特別獲得枠徐々に上がっていって、ステップ10が1人確定というところですね。で、そこで限界突破練習のどこでも使えるやつが1枚手に入るよと。クリックしちゃおっと、行きましょう。さあ来た。あー、ロナウジーニョ最強レベルで登場しましたね。あ、しかも CCT のイベントボーナスも今回兼ねてるということがこの画面で分かりますので、全員獲得して CCT も有利に進めよう。まあ CCT 自体はそんなに頑張る必要ないかなとも思いますけどもね。はい、ロナウジーニョとメッシ、いいね、最強レベルの選手できた。で、メンディエタ、あ、メンディエタから総合値的にはワンランク下がるな。これがキャプテン特徴持ちではないんだね。いや、選手の説明のところでですね、キャプテンシーを発揮して精神面からチームを引っ張ったっていうのがあったので、
ちらはですねもうあの情報開示されていたので、ひょっとしたらねキャプテン特徴持ちもありえるかなと思いましたけども、まあ、ただのワンランク下がる選手、まあ、鉄人持ちっていうのが大きいですね。5つの肺とかと比べるとあれですけども、スタミナが減っても能力がとても落ちにくいというのはね、現状素晴らしい能力かなというふうに思います。そしてコウチーニョも一応最強レバー、この辺の選手たちの紹介全員したいんだけど、全員したいんですけど今日はガチャしようさあ内容一覧、全部で何人来た、9人登場しましたね。早速さっきのデヨングですね、表にいたのね。デヨングも強いんかな、いいね悪くないよ。デヨングオフェンシブミッドフィルダーからディフェンシブミッドフィルダーにポジション変えてますね。以前オランダ染めで来てる時はもうちょっと前線の選手だったかなっていう風に思いますけどもね。いやーアルバ、はい、なるほど。あ、こっからこの辺の選手たちはちょっと総合値下がっちゃうな。スタミナショー、あ、この辺はまた次回以降の動画でね説明しますけど、ちょっと個人的に見させてよ。ラングレフランス、そうか、ラングレも来たか。ブラウグラーナのレアバトラーね、センターバック、なるほど。いやー興奮しますね。はい、でユムティティさんも来てますね。ユムティティさんも、はい、でもちょっと総合値落ちますね。この辺は第2弾のガチャでこれを上回る選手がおそらく登場するだろうなっていう流れですが、とりあえず今回いきなり9名登場ということになりまして、これはちょっとすごい流れになりましたね。 OK です。ということで通常時の星5確率はおそらく 6% なんだろうな、 6% なんだろうな、きっと。見てみましょう。 6% いやもう厳しいのがもう目に見えますよね。これ全員揃えるのめっちゃ大変なんだろうなっていう感じがしますよね。これどうなんでしょうかね。ちょっと画面戻らせてくださいね。 CCT の報酬かなんかで監督が登場してないと困りますよね。あ、でも監督登場してないのかな。いやー新情報が多くてちょっとねこれは困っちゃいますけども、ちょっと CCT を覗かせてもらおうか。あ、やっぱ来ますね。フォルテ・アスル・グラーナを持つ星5監督クルーマン、ロナルド・クーマンですね、実際にはね、うん、クーマン選手、あ、クーマン監督早く獲得した方が良さそうですね、これ見るとね。はい、クーマン選手、あ、いわゆる王道の433ですね。このサカツクの中では王道の433、しかもディフェンス強化指導回、そしてオフェンスバリ、まあ、オフェンスバリエーションはいいでしょう。戦術指導レベル3、消耗戦指導レベル1の、いやすごいね、パス、ドリブル、マーク、キープ、スピード。これね、監督っておそらく第2弾が登場するんですけど、ひょっとしたら第2弾の監督の方が強いかもしれないですね、これパッと見た感じ。なあ、ちょっと難しいですね、このコンボ効果5つ、これが本当に強いのか、このフォーメーションが、ちょっと微妙だなって個人的には思いますので、なんだ、A のテクニコってなんだ、テクニコって必要プレースタイル。全然わかんないぞ。これはつまりあれか、ロナウジーニョがプレースタイルがテクニコになってるんですかね。うわー、わかんないことだらけだ。いや、何にしてもですね、まずこの監督もね、早く獲得、クルーマン監督も早く獲得しないといけないなっていうのがよくわかりました。まあ、いつもだったらここ編集しちゃうな。スカウト画面に戻ろう。はい。喋り続けないと、あ、やっぱテクニコって書いてありますね。テクニコってなんだ、テクニコって。テクニコって言葉あるのかな。まあまあまあ、現状ロナウジーニョしかいない、プレイスタイルになると思いますので、レフトウィング必須なわけですね、あのクルーマン監督でフォーメーションコンボ発動させるためにはね。わかりましたよ。では皆さん、予告通り、誰が予告したのか知りませんけども、50連早速引いていきましょうか、ね、お楽しみですよ。まあ、動画自体はですね、翌日、うん、こちらの情報が出て翌日にね、金曜日に動画自体出してると思うんですけども、まあ、早速50連見ていただきましょう。では行きましょう、お願いします。なんか引くまでにやっといた方がいいよっていうことがないっすよね、別にね。はい、星4、エマヌエルソンからスタートしました。さあ、6% ですから、これ、この300連引く中で何回言うんだろうって感じですけど、とにかく 6% ですから、それを超えてガンガン引いていかないといけません、今回ね、星5選手をね。いや、だから、あ、来た！来ましたね。あ、でもセンターバックの選手か、ラングレか、ユムティティですね。ユムティティって言いづらいな、ウンティティって言ってたんだけどな。ラングレから登場しました。まあ、この選手はね、本当に貫突させるべきなのかっていうのは考えないといけない気はしてますけどもね。 OK、 でもね、いきなりの登場めっちゃ嬉しい。 6% 超えて僕の手元にやってきてくれましたよ、ありがとうございます。
これはぽいけど星4ですね。ウォルコット。さあ、来い。最後、特別獲得枠も 10% では音沙汰なしと。はい、星3、ホセル。ホセル初登場じゃない？やばい、編集しないんだった。ラングレありがとう。ラングレは、まあ、ちょっと戻りましょうかね。はい、ラングレ選手を軽く見ましょうかね。せっかく出たんでね。多分、総合値が1万ちょっとだったんじゃないですか。そうですね。2段階落ちですね。この能力アップの中に C があるっていうパターンですので、まあ、ワンランク落ちの総合値にはなっておりますが、一応デモリッシュタックル持ち。特徴も一応プロテクターとかね、持ってるんですけど、やっぱりこれは誰かにね、1週間後か2週間後にやってくるガチャで誰かに変わられてしまいそうな能力には見えますよね。まあでも、とりあえず揃えないと始まりませんから、出てくれて嬉しい10連目から早速。ということで、20連目いきましょう。お願いします。必須選手は誰？ロナウジーニョ、メッシ、まあメンディエタ、それからまあコウチーニョとか、その辺？これは？これ、ごめん、こうやって何？こうやって出てんの？ごめん、これが星5かどうかわかんないよ。あ、出てる！指定弦出た！指定弦もこれは絶対必須だったでしょう。オッケー。6% 出るね、今日。わ、調子いいな。今日この調子のまま300連引いちゃおっかな。なんか、日をまたぐとね、調子落ちたりするんでね。なんだ、これは。なんだ、この、ぽいけど絶対星4のこの、ポストイットの並びは、ラーナ。目つき悪いな。来た、来い。ただ残念。かなり実力の高いブラーボ選手。いやー、いいね。10連に1回出てくれてるだけで十分嬉しいですもんね。6% ですから。特別獲得枠はないので、今回はね、20連目は。さあ、頼む。もう最後ぐらいかな。いやー、これ喋り続けるの大変だわ。編集しないって決めちゃってるから。はい、手足提言出ました。ありがとうございます。これはキーパーとしては必須級じゃないですかね、この選手は。ね。まあ、メンディエタまで来て、コウチーニョまで来て、その後にね、まあ、5人目という形でピックアップされております。キーパーで総合値1956は最強レベルになるんじゃないでしょうか。ミラクルセーブいいですね。まあ、この辺はまた次回以降の動画でも説明しますけども、いや素晴らしい、いい引きをしたかなと思います。まずはね、1人ずつ確保しないと始まらないですからね。では30連目早速やっていきましょう。いや本当わかんないことだらけで引いてますけども、とにかくやっていくしかありません。どうせ引くんだからね、300連ね。さあ、特別獲得枠星5確率 30% まで上がってきました。今日は50連までいきますよ。お願いします。30連目。さあ、編集しないって言っちゃってるからね、動画時間も気にしないといけないんですけど、まあ、そんなことよりも内容の方が気になる。パンデフ、さあ頼むよ。まあまあ金土管やね、銀土管やばい、全然違うゲームの話した。あのね、銀コインやね、銅コインに変わってくれる選手も貴重ですから、ここからはね。はい、限界突破練習をね、たくさん集めれるようにしましょう。きた、おー、手足提言2枚目、いいでしょう。まあどうせ貫突させる選手ですからね。でもね、指定弦過去に登場したやつを持ってる気もするんですけどね、この辺またちょっと調べないといけないですね、後でね。 OK、 分かりました。いやー、いいね。毎回必ず星5選手が出てくれてる。 6% を乗り越えて、これはめちゃめちゃ嬉しいな。 10% とかの時よりもよっぽど感覚としては出てますね、今のところね。特別獲得枠 30% は仕事しない。ラフィンハ、言いづらい名前。指定弦のみでしたね。これはまあ限界突破要因ですね。いやー、緊張する。字幕は多分つけてると思いますけどもね。いやー、待ってよ。ロナウジーニョ、メッシ、メンディエタ、コウチーニョ、ここまでは絶対必須の選手なんで、出てくれないと困る。お願いします。40連目特別獲得枠はありません。お願いします。いやー、暑くなってきたな。エアコン効いてない部屋でやってるから暑くなってきたな。マッケンジー、マーク・マッケンジー、めっちゃアメリカ人の名前来た。いやー、これはどうなんだ。ウンティティかな、これは。ウンティティさんがの1枚目かな。あー、まあまあまあ、1枚目は嬉しいですね。ありがとうございます。いや、ちょっとサブから出るなサブの選手から出るな、とりあえず。いや、出てるだけいいけどね。うん、必ず出てるから、これはでかいよ。
だってね、実際問題皆さんね、やっぱね300連引いて30枚出ないですから。うん、これはもう300連引いて30枚出たら激アツですから。お、ファンウィジョ。まあだからそんな展開にね、今のところそのね10連に1回出てるっていうだけでも十分嬉しいペースなんですけども、やっぱ内容伴ってくれって思っちゃいますね、引いてる方はね。さあお願いしますよ。まだまだまだ出てよ。いやー欲しいよ。音変わったからちょっとあるかなと思っちゃいましたけども、あーウンティティだけか。ヒゲ濃いな。顔リアルでしたね。でもね、ちょっとサブキャラから出てる感じがね否めないですけども、やっぱアルバとかねデヨングとか出ちゃうわけでしょここからね。うん、こちらも総合値2段落ちですね。1万飛んでっていう値になっております。まあそうですね、多分取って代わられちゃうんじゃないですかね、誰か新選手が登場してっていう気がしますねこちらはね。さあここまで40連引いて4枚引いてるっていうのはめちゃめちゃ嬉しい。さあ本日はこれで最後にさせてください。ステップ5特別獲得枠星5確率 50%、 よろしくお願いします。いきましょう。ここでメッシ、ここでロナウジーニョ、2人とも出ちゃう。そう、2人とも出ちゃう。あ、いいですね、2人とも出ちゃうの最高だな。根性、ミランチュク、ロシア。ロシアの選手もなかなかね、ガチャさんでは珍しい気がしますけどもね。おっと、ちょっと気配がないぞ、50連目。流れが悪い。来い！これは星4。オーリエ。よく出るね、もうね。もう星4選手は全員友達だから、もう顔なじみなんでね。おお、また出たみたいな。こっちもね。それぐらいの感じで迎え入れてますから。いやー、続くな、星4のラッシュが。いや、ちょっと待ってよ。特別獲得額最後 50% でしょ。50% 勝負。勝ちゃ、勝った！来い！おお、これはコウチーニョ。コウチーニョ来たか。オッケー。ありがとう。いやーよかった。50% 勝負勝って。でかいって。50% 勝負勝てたの。なんか 50% って見るとほぼ当たるって思っちゃいますもんね。やってる方はね。だけど実際はそんな楽じゃないので。はい。ということでね、メッシとロナウジーニョが超最強レベルで来ちゃっている中ですけども、こちらも総合値 11,441 は最まあなんていうの、準最強レベルですし、オフェンスキーマン持ち、はい、チーム戦術がポゼッションの時キーマンに設定すると、センターフォワード、ライトウィング、レフトウィングに配置した得意戦術がポゼッションの選手のシュートとパスがダイアップするよ、シュートスキルの発動率もダイアップするよということで、まあ自分にはかからないバフなんですね。うん、オフェンスキーマンって言いながら自分は関係ないよっていうね、自分は1枚引いたところから、まあそれをアシストしてるよっていう形になるわけですね。いいね、トラップスキル、プリズマティックトラップ、かっこいい。トラップとキープが特大アップする。相手ディフェンス選手全員のスタミナが中断、恐ろしい能力でございます。これはコウチーニョ強い。ありがとうございます。いやー、50連引かしてもらいましたけども、どうですか皆さん。登場しちゃいましたよ、いよいよね。ね、サマースター、スーパースターカーニバル。そういう形での登場なんですね。なんかバルセロナカーニバルとかそういう名前ではないんだっていう感じはしますけども。いやー、まあ今回ね、激アツの展開やってきたんじゃないかなというふうに思っております。本当僕がね、僕のなんていうんですか、新鮮な反応もね、皆さんにお見せできたんじゃないかなというふうに思います。まあ今回はこういう試みでやらせていただきました。はい、でね、トップに戻ってまいりまして、いろんな更新情報が今回ね同時に来ております。今日は説明できなかったこともたくさんありますので、また次回以降の動画で、一緒に説明させていただきながらですね、ガチャもガンガン進めていきたいと思っておりますので、引き続き動画の視聴よろしくお願いします。今日の動画の内容良かったよ、まあ新しい試みなんでね、皆さんの反応を教えてほしいなと、コメント等もお待ちしております。ぜひチャンネル登録もしていただいて、引き続きガチャ300連まで、まあ、小出しにですけど引いていきますので、ぜひ見てください。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。